どうもどうも、井上真です。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。さあ今回は、J2 第5節 &J3 第3節のデータで選出ベストイレブン発表。いやー、オリジナルベストイレブンということで今週も楽しみでございます。そういうことでございます、ね、代表ウィークということで、5節と3節、はい、J2、J3 ということですね。そうですね、 J1 がお休みでしたね、うん、先週末に行われた、ね、あの人でしょうね。あの人とあの人でしょうね。まあ先に、まあ一応ね、あえて写真使わないで、はい、MVP の選手を中に行かないと分からなくしてやろうっていうふうに思ってサムネイルを作ったんですけど、はいはいはい、よく考えたらですね、下の段にですね、思いっきり名前出ちゃってて、うっすら出てますね、吉明、高木と、レイ、米沢とバレちゃってて、あ、ミスったなってことを収録の3秒前に気づきました。いや、でもこのお二人はね、やっぱこう印象的でございましたから、さすがに3得点1アシストは MVP にならないわけがないですからね、はいはいはい、そうですよね、ベルディ戦すごい、はい、新潟が、はい、大丈夫でした、はい、まあ、ということで、はい、まあ、J2 からね見ていきましょう、はい、お願いいたしますよ。はい、それでは、まあ、はい、J2 のメンバーこちらになります。はい、飛んでました。あと今週からですね、思えば結果振り返るじゃないけど、はい、なんかこういうとりあえずチームの結果これだったよねってこと左脇にちょっと表示する。ああ、いいですね。はい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 、うん、ということで、まずこんなメンバーでございます。はい。まあ、MVP は今、冒頭でもお伝えした通り、当選のごとくの、新潟の高木さんでございますと。もう、キレキレでございます。まあ、当たり前ですよ。ハットトリックプラスアシストまである方が、はい、まあね、同じ施設に2、3人とか同時に出ない限りは、さすがに MVP に入ってくるかなってのはあったかなと思います。はい。で、全体で見ていくとね、面白いなと思ったのはゴールキーパーですね、はい、秋田の田中雄大さんと大宮の上田選手が入りましたと、うんうん、2人とも6セーブだったかな。で、点取られずっていうところだったので、はい、ここがまあ本当一番だったかな。秋田もね、戦えてますよね。戦えてるどころか、うん、ね、うん、上位に食い込んでいく匂いもプンプンしていましたね。そうですね、はい、一応何回も振り返りにもなっていますけど、うん、秋田と京都は、まあ、左にも出てる通り1対0で秋田が勝ったんですが、はい、秋田はシュート5本で、枠内にも5本を放って、はい、でそれでいて、まあ、1点取って勝ったって感じ で、はいはいはい、で京都にはそもそも23本シュート打たれたんですね、うん、秋田は、うん、それでいて田中雄大選手6本自分で1人で弾いてるすごいよね。ね、うん、とんでもないシュートの雨あられを防いだっていうところがあります。はい、続いて今度ディフェンダーたち見ていくと、センターバックに岡山の浜田瑞希選手、うん、北九州の生駒選手、はい、大宮の西村選手、そして金沢の庄司穂谷選手と入りました、うんうん、まあ、もちろんディフェンスでね、相手のその今季封じた回数、まあ、トップの方から順に持ってきてるのもあるんですが、はい、ちょっとねご注目いただきたいのがね、まあさん、皆さん、うんうん、やっぱ瑞希浜田、はい、これ1週間前には、同じく同僚とか、岡山の井上選手が入って、はいはいはい、さらにその1週間前には浜田選手が入ってたんですけど、うんうん、あのね、この2人、その岡山のセンターバックコンビの空中戦跳ね返し率、はい、やばいんですよ。あ、今そういうデータが出てるんですね。そうで、今のトップ3がその浜田選手と岡山の井上選手と、はいはい、元岡山ので現秋田の増田茂人選手の3人っていう、あら、まあ、岡山経験3バックがドンドンドンっていう、はあ、すごいね、多くすげえなって思っちゃいますね。なんかね、岡山もちょっと序盤は点が取れないっていうのがずっとシュートはすごく放ってたんだけど、うんうん、なかなか点取れなくて順位は最初上がらなかったんだけど、やっぱ後ろがもうすげえ守りきってくれるので、それもちょっと大きかったのかなって、今ね、やっぱり選手がね、うん、すごく、響いてきてるのかなっていうふうに思います。なるほど。そして、サイドバックや新潟の堀米選手、そして得点も取った北九州の永田選手、はい、アシストもあった水戸の柳沢選手もいるんですが、やっぱりこの人、まあ、2アシスト、琉球、田中圭太。いや、すごいね。うん、すごい。はい。しかも、気持ちがいいんだよな、見てて。そう、そうでしたね。あれ、リプレイちょっと勘違いする方多いですよね。いや、本当に本当にですよね、きっとね。田中圭太さんと久保建英と板倉滉はもうリプレイを2回ずつ見た感じします。今週はね、先生ね。いや、そうです ね、 ね、ちょっと間違えると本当リプレイなんです、うん、全く同じ形だから。いやいや、本当ですよ、うん、でもそこにピンポイントでクロス落とせるっていうその正確さ、うん、これ拍手はね、ゲームみたいですもんね。こういうアビリティの選手だから2回同じことできるみたいな感じの再現性ですよね、あれね。いや、本当そうですね。魅力的でございます。ナイスでございました。うん、ね。そしてそして蹴ってる時このさ、はい、中を見た瞬間の目線、うん、ピッチの。うん、は Vlog では見れないですか？そうなるとあれですね。
いやもう GoPro とかつけてほしいですけどね。つけていただくしかないですね。ちょっと楽しい。ちょっと練習中、あの自主トレの時とかでちょっとつけていただけたら嬉しい、ね、うん。そうですね。怒られちゃうのかな、やっぱね。まあ、かもしれないけどね。ってことで続いてでございます。はい。まあさん。はい。おめでとうってこともちょっと言いたくて。ありがとうございます。ボランチにですね、はい、金沢の大橋選手、そして新潟の島田選手、大宮の小島選手、さらに、はい、栃木の佐藤翔選手が入りました。佐藤選手。いいですね。あ、聞いてたんですね、やっぱりね、10番で。あのね、仕込めてた裏には。まあ、マースさんと、はい、ちょっと栃木サボのみんな、ちょっと伝えたくて。いやいやいや、ありがとうございます。はい。今節、うん、ちょっとね、確か30何回だったと思うんですけど、あの、インターセプト&ボールカット回数ってのがあって、うん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 、まあある意味相手からボール奪ったようなもんですけど、はい、2位の選手にダブルスコアの1位だったんですよ。え、J2 内データ ?J2 内データ。すげえ翔さんちょっと一人でもうダントツトップだったので、すごい。もうこの、そのデータだけでももう入る、あ、絶対入るよなってもう見た瞬間に思ったぐらいの。へぇ、はい、ところがありましたね。これはちょっと次節からも注目ですね。そうですね。あら。もう翔さんが活躍しましたね、今週はね。佐藤翔さん。確かに、ね。稲垣翔さんもそうですね。確かにね。最近ね、栃木やっぱね、あの、サイドバックの片方は残って、センターバックとちょっとスリーバックっぽくしつつ。はいはいはい。この間ね、そういう動画も我々役割分担シリーズなんてことを出しましたけど。はい。その中で中盤はね、ダブルボランチがやっぱり地上戦で封鎖するなんてことやってたけど、やっぱこれ佐藤翔選手がそれで生きてたっていう格好にはなるのかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして中盤の選手たち他に前の方を見ていくと、うん、新潟から本間志音、高木義明、水戸俊介と入り、うん、金沢から島田慎太郎、山口から高井一馬、あとは大宮からの小野選手と、あとは水戸、あ、千葉の三木選手、そして、水戸の松崎選手と入りました。はい、はい。でこの中で大宮の2人、まあ、ボランチの小島選手だったり、ね、小野選手なんてのはもう中盤の後ろからこうどん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 飛び出してくる姿がやっぱり印象的で、うん、あのアタッキングサードに入った回数とかがちょっと新潟組と大宮組はちょっと段違いだったんですよね。あ、まあね、あれだけ攻撃力を見せつけた形ですからね、両チームね。そうですね、うん、なのでシュート打てたとか得点取れただけじゃなくてチャンスメイクがたくさんできていたっていうのは間違いなかったのかなと思います、うん、これサポーターにとってはいいね週でしたね、うん、今週はね、うん、でもその中でもやっぱ注目してほしいなとね、うん、新潟のまあ7点目を取った高卒ルーキー水戸俊介、うん、はい、ま、だ高卒か、そうですもんね。ね、はい。この試合の時はまだ3月だったので、要は高校3年生でもあったわけです。あ、まだね、一応3月だったから。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。この春からね、なるほどね。デビューとなりましたが。ちっちゃいんですよね。ちっちゃいんです。ただね、あの、ちっちゃい弾丸みたいな感じでゴリゴリ来ると思いますから、水戸俊介選手。うん。そしてもう一人、僕は、もちろんデータ上の MVP は高木義明選手、もう当然のことがだったんですが、はいはい、うん、印象論だったら、水戸の僕は松崎海選手に、ちょっと上げたいなって思うぐらいです。これは先生常々言ってました、今週はね。うん、去年からね、はい、アシスターとしての才能もピカイチだったんですよ。うんうんうん、ただ今年に関してはもう見なくても相手、自分たちの仲間を操ってる感覚があるので。なるほど。それこそ右サイドのね、ペナルティーボックス脇のところ、うん、ペナカドのところで松崎選手が持って、うん、ああ、いいシーンあったね。能力ね、後ろから走ってきて柳沢選手に出すっていうシーンは、うん、ちょっと、尋常じゃない気持ちよかったね。後ろに目ついちゃってるみたいな ね、 で、その先のフィニッシュまで見てる人の出し方みたいなね。わ、ね、かる。あの、ため方ね、ためじらし。ただ、ね、醍醐味ですね、あれ ね、 ね。これ面白いのがね、うん、そんな松崎選手はもともとは大宮ユース出身ですから。あら。なんかそのあたりもちょっと楽しみだなって、ここはちょっと思っちゃうんですよね。あらあら。あれは J1 クラスだと思ってます、もう。あ、そうですか。松崎選手、はい。そしてそんなね、松崎柳沢のボールをあれ見てこう感じ取っていたのが一番前線でね、うん、水戸の中山選手。いやー、もうなんか圧巻でしたね。フィニッシャーとしてはちょっとズバ抜けてる感覚もありますよね。うんうんうん。どうぞ。だし、それと同時に北九州の高橋大吾。すごかった。はい。針ヶ谷選手からのね、うん、それもらってポンって裏に抜け出してってのは素晴らしかった、ね。林大地選手の形に似てたね。わかるな。こっちのが先だけどね。そうですね。ちょっとイメージ共有したのあんじゃないのよ。かもしれないな。これ見て、大地選手もやったんじゃないのあれ。いや、どうなんでしょうね。いや、まあよくある形なんかもしれないですけど。まあね。難しいですよね、でもね。確かに。さすがプロですわ。うん。感服しきりでございます。
というメンバーでございます。体が覚えてなきゃできないですね。でもね。そうですね。そして続いては J3 でございます。はい。こちらで。ドン出ました。はい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 。なるほどなるほど。はい。今年ちょっと J3 でね、うん、面白いなっていう異変があるんですよ。面白い。はい。何でしょう。皆さん、そしてマーさん、はい、ちょっとちっちゃいですが、うん、まずその真ん中とか右側に目をやる前に、うん、左側の結果見てください。結果、はい。ゼロ多くない？そうですね。本当だ。はい、本当だ。そうなんですよ。まあ、得点してるチームいるっちゃいるけど、確かに。なんかね、例年に比べてと、じゃあちょっと戻してみると、J2 と比較していただいても、はい、なんかゼロの量が多いような感じが。確かにそうですね。すごくするんですよ、ね。はい、はい、はい。戻しますと。そうなんです。だからそれだけディフェンダーの方々でちょっと尋常じゃない方々が多く出てるのかな。これやっぱさ、4つ落ちるから固く戦ってるとか、人生では関係ないはずですもんね、降格ないから。そうですね、そうですね。打ち合って叱るべきみたいなところもある中でっていうことだから、うん、守りがうまくいってる。まあちょっと僕はまだわかんないんですけど、うん、まあ J3 もぶっちゃけまだ3節だし、まだ2試合しかやってないと思うんで、はいはいはい。まあそうだね、確かにデータがね、あんまり十分に取れてないから。すげえざっくり言っちゃえば、はいはい、大体3つって言われるんですけど、うん、3つ。キャンプやって、はい、どこから着手するかって言われた時に、オフェンスから着手していくチームと、はい、あと、はいはいはい、ボールポジション、いわゆるボールを本当に味方につけるんだっていう、うん、いうふうにするチームと、はい、ディフェンスからこう行くっていうチームがあって、うん、もしかしたら今年ディフェンスから強化してきたチームが多いのかななんてこともちょっと感じてはいますと。だからオフェンスがなかなかこうそのディフェンスたちを破れてないっていう可能性はあるのかなとか。という仮説もね、ちょっと立てられるということで。うん、今年はね、あ、このコンセプトはね、カターレ2連勝破れる。しかも宮崎が破るっていうね。すごいですよね。はい、って見てた時に、ただね、すごいなと思ったのが、はい、今回鹿児島の面々がいっぱい入ってきたんですけど、今治と。はいはいはい。ゴールキーパーの大西選手、まあ、鹿児島の大西選手、うん、今治の岡田選手が、うん、先ほどの J2 の田中選手、上田選手と同じように6セーブぐらいしてるんですよね。おー、はいはいはい。ゴールキーパー防ぐのって平均でもだいたい2から3って言われてるんですけど、倍防いでるってのはちょっと相当だなっていう。うんうんうん、あと、岡田選手とさっきの、大宮の上田選手の2人に関しては、はい、A2 と J3 でそれぞれ唯一、パス成功率が 90% を超えていたっていう2人でもあります。はあはあはあ、ゴールキーパーってどうしてもほら、ロングボール放るじゃないですか。そうですね。で、ロングボールってだいたい 40% から 50% なんです、成功率、ね。ああ、まあまあ、そっか。まあ、そりゃそうだって話ですけど、うん。まあ、そうですね。だからそれでも、まあ、つなぎにも参画しながら 90% 超えてくる、ちょっと尋常じゃないなって。尋常じゃないね。穏やかじゃないね。穏やかじゃない。すごいな、はあ。すごいね。うん、うん、そしてディフェンダー陣が、はい、まあ、2試合連続の選手になったのが、岐阜の三田選手と鹿児島のウェズレー選手。はい。ね、今治の、2センターバック、園田&チョンハンチョレという。うん、ああ、もう今治で固めちゃったわけですね、これね。そうですね。はあ、はあ、すごいな、今治。うん、今治組2人ももちろんすごいんですが、ただ、うん、ちょっとウェズレー選手と三田選手の2人が、ちょっともう抜け出しちゃった感、今年あって、すでに。うん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 。J3 全体の中でも、弾き返し能力がちょっとダントツワンツーみたいな。ほう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 。もしかすると、月間 MVP、この2人のどっちかなみたいな、そんな。あら。それぐらいの形かもしれません。インタビューしちゃいたいですけどね。そうですね。まあ、J3 今年我々またやらせていただきますから、うんうんうん、それでウェズレー選手だったらちょっと面白いなって思います。まだ外国籍の方にはやってないですか、ね、いや、そうですね。ウェズレー選手なんかもう得点もね、ものすごい高い打点のね。ねえ。前節かな決めてますしね。そうなんですよね。うんうん、で、結果的に言うと、なんとサイドバックも鹿児島が入ってて。鹿児島、鹿児島だ。左が砂森選手、はい、右に江藤美希也選手、今年ね、うんうんうん、熊本からやってきた。はい、あと長野の水谷選手が入りました。はい、やっぱり彼らは、とか鹿児島は元からそうですけど、守備もそうなんですが、うん、オフェンスで相手のこう敵陣、アタッキングとか、ペナルティーエリアの中にやっぱボールを供給する能力がやっぱり高かったりするので、うん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 、それがやっぱそのまま出てきてたかなっていうのが、まあ、データにも残っておりました。なるほどね。でまあ、前の方に行けば中盤見ていけばここからやっぱ得点に絡んだ人とかが多くなってきて、うん、八戸中村太一、はい、今治久住圭司、そしてあと宮崎前田涼介、うんうんうん、そして、八戸から大卒ルーキーの庭瀬、庭これで漢字の1に太陽の陽って書いて、これで和也って読みます、うん、和也、庭和也選手、へー、はい、そして、宮崎の徳永選手、うん、今治の山田選手、熊本の岩下選手なんてあたりが入ってまいりましたと、うんうん、はい、まあ、ちょうどね、我々の YSCC 横浜対ロアス熊本なんて試合は、うん、同時視聴配信だったりとか、そして皆さんも、はい、現地で ね、実況してました。はい。
はい、岩下選手確か良かったですね。良かったですよね、うん。すごくボールタッチの数がとにかく多かったですし、アグレッシブに、ね。両チームともうん、YS のディフェンダーなら船橋優馬選手とか、うん、あとは熊本の右サイドの杉山選手とかも、うん、だいぶボール持って敵地にこう忍び込んでいくみたいな姿が印象的でしたけど。はいはいはい、確かに。そういわゆる成功率とかって確率まで入れていくとなんと岩下選手の方がちょっと上に来たっていうのもあって、うん、彼 J デビュー2試合目って言ってましたよ実況の人が。いや確かそうかな、はい、いやいや僕な僕です。何言ってんすか。気づいてくれなそうだったんで今自分で恥ずかしかった自分で言っちゃいました。僕なんですけどねみたいなこといいかもう恥かかせないでくださいよ。いやちょっと笑っちゃったんだよ今もう。ね、ありがとうございます、はい、うん、あとはね、山田選手かな、はい、この中だったら、その岩下選手を抑えて左に入りましたけど、うん、今バリーではこの山田孝海選手が2アシストなんて、はいはいはい、あとはもう最前列ですね、岐阜の川西翔太選手が、うん、まあもう毎試合点取っちゃうんじゃないのってぐらいのエースですからね、しっかり決めますよね、いろんな形持ってますもんね。そうですね、しかも雨の中でもちょっとテクニックが生え出してるってところがあるので、うん、やっぱ去年にもちょっと岐阜さん今年もなんか雨やられてる感じもありますが、それでもこう慣れてきてますから ね慣れてきて天候味方につけてる部分がありますよと、うん、はい、ただそれを抑えつけてちょっと今年尋常じゃない活躍だなと思うのが米澤礼選手です ね、また点取って、ね、うん、まあ、今年だから本当2桁ゴール2桁アシストとか、うん、または20ゴールとかそういうところまでいっちゃうんじゃないかなって思わせるような活躍ぶりですね、うん、ブレイクの年になるんじゃないですかね。うん、ちょっと楽しみな感じがあります。なるほど、なるほど。はい、ったところのメンバーでございます、はい。ありがとうございます。先生がね、データで弾き出してくれました。G2GS3 のベスト11ご紹介していただきました。ありがとうございます。はい、ということで、J リーグ的には、まあ、代表終わりましたんで、また J1 も再開する金曜日からということですね。そうですね。今日の夜からかな、うん、スタートすることになります。今日の夜か、そっか、近所、うん。名古屋、東京でしょ、楽しみ、うん、セレスを落とす。失礼しました。名古屋東京はプレビューショーのやつね。チリシの楽しみだ。セレッソトス。そうですね。うん、大久保嘉人対エドワルドがちょっと楽しみです。私はね。そうです。僕は林大地 VS 瀬古歩夢っていうアシストゴールの関係性の2人がね。なるほどね。あ、この間代表戦の。そう。あららららら。アルゼンチンから点を取ったまず最初の2人が。そういうことね。あるという。はあはあ。楽しみですね。そんな、そういうことが言いたいな、俺も。ありがとうございました。ということでございました。またお会いしましょう。ミルク坂上の井上真でした。ナオミルク佐藤でした。チャンネル登録お願いいたします。それではまた、ではましょう。週末を。